よいずきゅうにゃおハッピーハッピーサラリー10月の給料もらってきたよ。きよいずきゅうにゃおハッピーハッピーサラリー10月の給料300万。キャリーパミパミさんのクレイジーパーリーナイト、8年前の楽曲を採用いたしました。さあ今回ももらってきました、10月の給料でございます。毎回コメントで今時給料って私の会社があるかよってくるんだけど、僕も入社時全く同じ気持ちだったのよ。先輩に全く同じセリフ、先輩今時給料手渡しの会社なんてあるわけないじゃないですか、嘘ですよねって言ったら、先輩がって変な空気になったから、そこでこれマジのやつだってなったんだよ。先輩曰く銀行振込の手数料がもったいないかららしいんだけど、まあわからなくはないよね。手渡しで給料もらっているからこそできる給料公開だから、そこは感謝してる。早速10月の給料を確認していきたいと思います。思います。もちろん給料袋は未開封、未開封です。開けます。開けました。給与明細と小銭は抜きたいと思います。僕が戦っているのはあくまでも福沢諭吉さん、樋口一葉さん、秀夫の3人なので、もうすぐ渋沢栄一さん、津田梅子さん、北里柴三郎さんの3人が出てきますね。みんなはもう覚えたかな。社会人だったらそれぞれ何をした人なのかぐらいは話せるようになっておきましょうね。ここでは一切説明しません。自分で勝手に調べてくださいね。ちなみに小銭は656円でした。今回の目標額は25万。もう高望みはしません。僕は二浪してようやく入れた大学を4回も留年して、最後は中退したクズ人間です。そんな独身37歳営業職サラリーマンが高給取りなわけありませんよね。手取り25万を目標にしたいと思います。数えます。今回の数え方はハロウィン数えた。ハロウィンの起源は2000年以上前の古代ケルト人。古代ケルト人っていうのはアイルランドとかスコットランドとかヨーロッパに居住していた人々のことだ。この古代ケルト人の宗教ドルイド教が10月31日にサウィン祭というお祭りを行っていたんだ。ケルトでは1年の終わりが10月31日だと考えられていて、その日に収穫物を集めて盛大に祝うんだ。夏の終わりと冬の訪れを祝う祭りだったんだ。ちなみになんでハロウィンってコスプレするんやろって思いのあなた、ハロウィンの起源である古代ケルトでは日本のお盆と同様に10月31日は死後の世界と現世の世界の扉が開いて、ご先祖様が家族に会いに来る日だと考えられていたんだ。でも悪い霊や悪魔も現世に来てしまって、子供をさらったり魂を取ったりするとも言われていたんだ。そこで化粧したり仮面をかぶることで悪い霊を驚かせて追っ払ったと報されています。他にも仮装する目的は悪い霊の仲間だと思わせて災いから身を守るためだという説もあります。こういった風習が今のコスプレ文化につながっているんだね。こういうコスプレが違う、こういうコスプレをするんだね。僕はゾンビの綺麗な姉ちゃんが好き。そういえば渋谷のハロウィン、区長がハロウィン目的で渋谷駅周辺に来ないでほしいって呼びかけているんだけど、今年はすごいことになりそうだよね。渋谷区では10月の27日から11月の1日の期間、定められたエリアでの路上飲酒が条例により禁止されてるんだけど、人でごった返すことが予想される中で、定められたエリアがどうとか条例違反で取り締まるとかって言ってられるのかなと疑問に思います。話を戻します。10月の給料を数えます。数え方はハロウィン数えた。ハロウィン数えとは何ぞやと思いのあなた、落ち着いてよ。まず落ち着いて。百聞は一見にしかずご覧あれ。いきます。1パンプキン、2パンプキン、3パンプキン、4パンプキン、5パンプキン、6パンプキン、7パンプキン、8パンプキン、9パンプキン、10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 パンプキンって何？はい、いくよ。11パンプキン、12パンプキン、13パンプキン、14パンプキン、15パンプキン、15パンプキン、いくよ。さあ、どんどんいくよ。もう止まらないよ。ハロウィン止まらないよ。はい、16パンプキン、17パンプキン、18パンプキン、19パンプキン、20パンプキン、20パンプキン。20パンプキン、ここまではいいんだよ。ここまでがハロウィンだ。ここまでがハロウィンだ。いくぞ。21パンプキン。頼む。22パンプキン。
23パンプキン2023パンプキン23パンプキンと656プキン、ザクザクザクザン。何がハロウィン数えだよ。何が23パンプキンだよ。え、でもさ、いやマジでさ、値上げって本当にずっと続いてるよね。よく行くラーメン屋さん、味噌豚骨つけ麺の並盛りが1000円だったんだけど1100円になってたんだよ。ワンコインランチって昔はよくあったけど、今500円で食べられる定食ってほぼないよね。このチャンネル見てる視聴者層30代40代が多いみたいなんだけど、みんなさ、朝昼晩の食事代みんなどうしてる？特にお昼はどうしてる？早くて安くて美味しいでパッと浮かぶのは吉野家、松屋、すき家とかの牛丼チェーン店。カツ屋とかもいいね、安いし。まだ牛丼とかカツ丼の並盛りって500円以下で食べられるのかな。このままだとワンコインで並盛りが食べられなくなる日が来そうで怖いね。頑張っていきましょう。西中でした。また次もしゃ見てくれよな。